平野市用と神宮寺勇太が飛べで再始動。ファン複雑な反応。金プリ時代の面からに議論集中。2023年7月7日、滝沢秀明氏の新会社、株式会社飛べの公式 YouTube チャンネルで生配信が行われ、元キングピンス以下、金プリの平野市用と神宮寺勇太が再登場しました。 以前から噂されていた彼らの合流がこの生配信で正式に発表されました。しかし、ジャニーズファンたちは複雑な気持ちを抱えているようです。7月7日、滝沢秀明氏の新会社、株式会社トベの公式 YouTube チャンネルで生配信が行われ、元キングピンス以下、キンプリの平野市王と神宮寺雄太が再登場しました。 二人はジャニーズ事務所を退所し、新たなスタートを切ることを正式に発表しました。この発表はファンにとって待望の瞬間であり、多くの人々が生配信を視聴しました。しかし、喜びと同時に物議を醸す出来事も起きました。平野仕様のコメント生配信中平野仕様は次のようにコメントしました。 こうして新たな気持ちで皆さんにご挨拶そしてご報告できることを大変嬉しく思っています。そしてファンの皆さん、大変お待たせしました。今後も楽しい時間、空間を作っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。と述べました。神宮寺勇太のコメント神宮寺勇太は次のようにコメントしました。 こうして本当に素敵な日に、ね、こうして皆さんと再会できたことを本当に心から嬉しく思っております。新たな場所で皆様と一緒に素敵な景色を見たいなと思っているので、皆さんぜひ引き続きよろしくお願いいたします。と挨拶しました。 再始動への意欲、その後平野仕様はファンの皆さんと僕たちでとにかく楽しくクリエイト面でも突き詰めたものを提供して素敵な時間を作っていくことがやりたいことですとコメントし神宮寺優太もいろんなクリエイティブな形があるもんね、と合図地を打ちまだやったことないこともいっぱいあるので、いろんな顔を見せていきたいなと思ってます、と再始動への意欲を示しました。今後の 展望、また彼らはコンサートを積極的に行い他にもファンと会える機会を作りたいと展望を語りました。生配信終了後には、それぞれ個人のインスタグラムアカウントを開設し、ファンクラブの入会受付も開始されました。彼らはファンとのつながりを強化し、新たなエンターテイメントの形を提供していく意向を示しました。 三宅健の登場生配信の終盤三宅健が花束を持って登場し二人にそれぞれの色味の花束を手渡しました。これは金プリ時代のメンバーカラーにちなんだものでファンには懐かしい瞬間となりました。ファンの反応この生配信は100万人を超える人々が視聴し多くのファンから喜びの声が上がりました。二人が同じ事務所で再出発できたことが嬉しい。 紫輝くんジンくんを信じて待って、たよ。紫輝くん神くんを帰りなさい。二人の新しいエンターテイメントの形を楽しみにしてます。などのポジティブなコメントが SNS 上に多く寄せられました。 キンプリの現状、しかしキンプリといえば平野市洋や神宮寺ゆうた、岸ゆうた9月30日付でジャニーズを退場、予定の脱退後高橋山と長瀬門が二人体制で活動を続けています。このため、喜びの声と同時に、久しぶりに紫輝くん、神くんのやりとりが見れて嬉しかった。 でも、やっぱり5人じゃないことが悲しい。今までと同じように国内で活動するなら、金プリを辞めたい意味がわからない。残った2人がかわいそう、などの懸念の声も上がっています。メンバーカラーの問題生配信で2人が金プリ時代のメンバーカラーに言及したことが物議を醸しました。ファンからは、メンカラーを継続して使うのはまずくない あの色は金プリの時の二人の色であって欲しかったなどの批判が上がりました。これに対し、二人のオフィシャルファンクラブ FC の会員登録ページには HJ というロゴが表示されており、ユニット名についての憶測も広がっています。平野氏洋と神宮寺勇太の飛べでの再始動は、ファンの期待と同時に賛否両論を読んでいます。 金プリの過去の輝かしい歴史とトベでの新たな始まりが交差し、今後の彼らの活動に注目が集まっています。三宅健氏の再始動も期待されており、今後の展開がますます注目を集めることになりそうです。